日銀が発表した8月の国内企業物価指数は100.9で、3ヶ月連続の下落となりました。下げ幅は0.9%で、2年8ヶ月ぶりの大きさとなりました。消費税増税が来月に迫る中で、レフレ圧力を跳ね返すことはできませんでした。そんな中、日銀の黒田総裁は総理官邸で今日安倍総理と会談しました。 黒田総裁は引き続きこれまでの金融緩和方針を強調したということです。